どうも、バルサのナングレってパソコンで曲作るの得意そうな顔してるよね。で、話見るよ、ザフトボールでーす。ね、髪型だけ見るとですね、公園にいる小学生っぽいんですけれども、なんかですね、こう顔の本物感とか、なんかちょっとね、おしゃれな感じとかですね、なんかフェス1回で数億円稼ぎ出しますみたいな、そんな感じに見えますね。というわけで始まりましたトークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。世間はですね、ハロウィンでトリックアトリートで盛り上がってるところでですね、僕は朝起きたらですね、もう左目パンパンに腫れてまして、もうシャキリの上腕二頭筋かっていうぐらい腫れてたんですけれども、その中で病院行ってね、眼帯もらってきてこうつけたんですけど、今ですね、撮る前につけたらなんかパソコンの文字全然見えなくてですね、これじゃ動画撮れないっていうわけで、もうメガネでなんとかしてるんですけど、こう目立ってたらすいません、気にせずですね、今日も話してく、話をね、聞いてくださったら嬉しいです。というわけで、お貸しくれなくてもいたずらしちゃうぞって感じで、今日も楽しくやっていきたいと思います。まずですね、レアルですね、レアルマドリード、ロペテギ監督の解任が噂されていますけれども、このですねニュース出てきました。レアルはすでにロペテギ解任を決定済み、元会長クラシコの結果は関係ないというわけで、レアルマドリードの元会長のですね、ラモン・カルデロン氏、この人がゴールにですね語ったインタビューでこういうふうにコメントしています。正直に言って、ジュレンの解任はクラシコの結果に関係なく、すでに決定していると確信している、不運なことにね、というわけで、またその以外にもですね、それ以外にもですね、ロナウドがいなくなって、ワールドカップが終わった後のシーズンだから、1年待つべきだみたいな、その話していますけれども、レアルマドリードのね、歴史上から見ても分かる通りにですね、そういったですね、猶予が許されないようなクラブ、常に強くなきゃいけないっていうですね、そういったクラブですので、その辺でですね、クラシコ前にこういう解任という噂が上がって、それでですね、こういった、内部のね事情に精通してその人がコメントしますと、話題になりますよね。そんな中で、後任噂されているのがですね、ベシクタシュの、アシスタントコーチのグティですね。グティに関してはですね、もともとレアルマドリードの、監督になるんじゃないかっていう夏に噂もあったんですけども、ロペテギになって、B チームにも、ソラーリがいますんで、そういったところでですね、グティはベシクタシュのアシスタントコーチになったと。で、もう一人は今言ったようなソラーリ、B からそのまま昇格っていう形ですね。で、もう一人がコンテ。コンテに関してはですね、まずチェルシーとですね、法廷闘争でちょっと揉めていると。成績不振で解任になったように僕らから見えるんですけれども、チェルシーの言い分としては、監督としてですね、重大な、違反だったかな、この問題があったみたいな、そういったところで訴えてて、根底としてはそれ納得できないから、当然法廷闘争持ち込まれてるみたいな感じなのが今の状況だそうなんです。レアルとしてはですね、その辺の問題どう捉えてるのか、普通にうちの監督に就任して、チェルシーの方がありがとうございますって感じでお金払わなくていいっていう、こういう簡単な話で済むのかどうかまではちょっと、分かりません。でですね、コンテの代理人はコンテがレアルマドリードに就任すること、監督に就任することを否定していますが、こういうのは否定するもんなんで、あんま関係ないなっていうふうに僕は見ながら思っていまして、でですね、マルセロがですね、ロペテギとベニテスは違うみたいなね、ロペテギ守ろうとしてベニテス傷つけるっていう、そういった案件あったみたいな感じで、選手全体的にロペテギをすごく擁護してるんですね。その辺でですね、ロペテギが簡単には首切られないだろうっていう話があるのと、コンテが来ちゃったらですね、チェルシーで、なんとかですね、公の場でちょっとお互いを批判し合ってるようなニュアンスのコメントを出していたアザール、このアザールが来ないっていうのもレアルマドリード的にはずっと狙っている選手なんで、どうなんだっていう、そういう話も出てきていますね。ただ僕が思うのは、このバルセロナとのですね、クラシコの結果に関係なく、解任決まってるっていうふうに言いますけれども、実際にクラシコでバルセロナに勝ったら絶対上昇気流に乗る、よっしゃいけるぞっていうふうになると思いますんで、そうなるとその中でですね、いやコンテに変えますっていうふうにはいくら強権発動するですね、ペレス会長でもしないんじゃないかなっていうふうに思っていまして、そうなると、コンテがですね本当に就任するかどうかっていうところで語るタイミングが今日が最適だなっていうふうに思いまして、ここでですね喋らせていただくことにします。というわけで、コンテがレアルの監督になったら、どういうサッカーをするのかっていう話、ここから移ります。チェルシー時代のサッカー、それをですね、例に出します。こちら、はい、チェルシー時代の 3-4-3 の形ですね。このシステムですね、守備の時には 5-4-1 になりまして、両ウィングバックが下がる。で、シャドウの両選手も下がるんですが、アザールはそんな真面目に守備しないっていうと、ちょっと語弊あるんですけれども、言えてると思います。基本前残りでですね、自由に参加する時も参加しない時もあるみたいな感じですね。で、このですね、5-4-1 のシステムの強みは、中央にですね、センターバック3枚いて、ウィングバックもきちんと守備しますので、サイドからのクロスに対して中に人数がすごくたくさんいるっていうところは強かった。強みとなっていましたね。で、プラスですね、アザールが前残りになりますので、 5-4-1 の状態でガッツリ引いて守っても、ロングカウンターでアザール、ジェイゴ・コスター、ペドロ、ウィリアン、どっちかっていう感じの、
このですね、まあ3人少数制で決めるカウンターっていうのが、すごく強みを発揮していました。で、あとはこのマティッチとカンテのですね、この強固なダブルボランチですね。このマティッチが出されて代わりに来るのがバカ横っていうですね、まあバカ横当時ですね、モナコですごい話題になっていたんですけれども、まあファビーニョがいることによってバランス感覚のなさが、このね、薄まっていたっていうところがありますので、その辺きちんとスカウティングしていた、コンテとしては、まあかわいそうな部分だったなというふうに思います。で、攻撃の時にどんな特徴があったか、まあビルドアップの時に3バックがですね、まあ、数的不利になったらキーパーに戻してロングキックっていうパターンもありましたし、まあ、ダビド・ルイスがですねこうかっこよく広がれみたいな感じでこう中央でタクトを振るっていました。でそんな中広がってパスコース角度を作って、まあ、ケイヒルはですねちょっと見当違いなパスをよく出してたんですけども、そこにマティッチが降りてきたり、あとアザールが降りてきて、このね中盤の 3-4-3 の4枚を使わず1個飛ばしてジェゴ・コスタとかアザールとかペドロにボールを入れたところからの展開とかも結構ありました。でですね、アザールのその自由さのところで、このですねペドロっていうのがすごく重要な役割を果たしていまして、アザールが作る側でペドロが飛び出す側っていうこの関係性が、まあ、ジェゴ・コスタが作ったスペースにですねペドロが出ていって得点決めるみたいな、こういったスムーズなメカニズムを作っていたっていうふうに僕は思います。まあ、こんな感じで、まあ、ざっとですけれども、一番コンテがですね、まあ、うまくいってた時のですね、この後のシーズン、ちょっとコスタが抜けてモラタが来てとかいろんな風になっちゃうんですけども、まあ、一番うまくいってたのがこの、メカニズムだとして、それレアルマドリードに置き換えると、どうなるのか、こちらご覧ください。はい、3-4-3 でですね、ちょっとカゼミロとカルバハルがどっちに使われるのか、カゼミロ中盤なのかディフェンスラインの一角なのか、カルバハルがウイングバックなのかセンターバックなのかっていうところはちょっとわからないんですけれども、まあ今の状況だとスムーズに、選手たちを当てはめたらこうなるかなと。で、強みとしてはやっぱり3バックのクオリティですね。セルヒオ・ラモスとダビド・ルイスのですね、前にどんどん出ていくようなそういったキャラで、左右に振り分けられる展開力とか、まあその辺に似た特徴がありますし、アスピリクエタのですね、その守備面での気の利き方だったり対人の強さは、ナチョと似ている部分はあると思います。で、左の、バランに関してはですね、身体能力全体的に高くて、まあ、軽率なミスはあるんですけれども、ビルドアップに関してはですねすごく強みになる部分ありますので、ケイヒルよりもですねそこの能力が上がるっていうことは全体的に3バックのクオリティ上がると思いますね。そして、両ウィングバックですね、センターバックの枚数が増えるので、まあ、高い位置を取れるっていうところもありまして、攻撃に比重を置きやすくなります。そうなるとですね、やっぱり、マルセロ、まあ最近もそうですけども、高い位置取ってですね、ウイングの選手との、コンビネーション、それがですね、このシステムだとより一層出ると思いますし、マルコス・アロンソが中に入って、アザールが外行ったみたいな、チェルシーの頃やってた関係性をですね、おそらくイスコだったりですとか、まあ前にアセンシオが入った時でも、そのですね、外と内の関係を逆転させて、それによって相手のですね、守備に混乱をきたすみたいな、そういったこともできると思いますし、右に関しては、まあカルバハルがそのまま使われても当然いいですし、オドリオ・ソラだとですね、高い位置での突破力活かせますし、ルーカス・バスケスに関しては上下運動をすごくできる選手で、守備面でもですね、規律をですねちゃんと守ってできる選手ですので、チェルシーの頃のモーゼスみたいな、4-1-2-3 のウィングを使うと斜めに入ってきたり、中でのプレーにちょっと不安あるけれども、 3-4-3 だと上下運動がメインになるし、そこでの献身性生きるみたいな、そういった生き方してくるのかなっていう風に、見ながら思いますね。で、ロングカウンター向きの、ベイル、この選手がいるっていうのが 5-4-1 で引いたところからロングカウンターで裏立ったりですとか、スペースのあるところでボールを持ってドリブルでどんどん持ち上がってみたいなですね、ベイルのいいところが生きるのかなっていうふうにも思います。ただ不安な点もあります。それはまずペドロ役の不在ですね。今レアルマドリードの僕問題点でよく挙げるのが、ワントップの選手が空けたスペースに対してですね、出ていく選手がいないっていうところ、その辺がですね、まあスペイン代表でもやっていたロペテギ監督のサッカーですね、それとちょっと共通した特徴があるので、ロペテギ監督はそこをあまり指導しないって言いますか、重要視してない部分があるのかなって思います。なんでその辺でですね、ペドロ役の不在っていうのを新しい監督コンテとかになったら、もしかしたらアセンシオだったりとか、ベイル、イスコ、ヴィニシウス、こういった選手たちが覚醒するかもしれない、もしくは、ベンゼマをトップに使ってマリアーノをですね一列避けて使ってシャドウに使ってっていう、まあ、そういった、対策をしてですね、修正をして、ペドロ役の不在を補うかもしれないという、まあ、そういった面もあります。また中盤3枚の強みの解体ですね、カゼミロいて、クロースいて、モドリッチいてっていう、このレアルの強さをですね、根幹になってきた選手たちをそのまま使えないっていうのがですね、このシステムのまあ弱さとなる部分です。まあカゼミロ一列下げたら、クロース、モドリッチになるんですけど、そうすると、チェルシー時代のですねコンテ監督がやっていたサッカーのような守備の強みっていうか強固さはなくなると思います。そんな中で 3-1-4-2 も、コンテ監督チェルシー時代使ってました。その場合はこういった感じです。これだとその中盤3枚活かせますけれども、ウイング1枚削ることになりますね、そういったところでセンターフォワード的なキャラクターでは、ベイル、アセンシオ、ビニシウスはありませんし、またですね、今ビニシウスだったり、ナバス、
スじゃなくてクルトワ、この2選手をですね使えっていう圧力がロペテギ監督にあって、ただチームのバランスも見出さなきゃいけないしっていうところで苦しいっていう話が出てます。なんで新しい監督コンテが来ても誰が来てもビニシウス使ってくださいよっていう話は先にされるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですね。そうなるとビニシウス生かすためにはですね 3-1-4-2 っていうのは今のベティスでの乾みたいな感じ、あの得意なポジションじゃない、インサイドハーフやらされたりとかツートップやらされて、全然良さ生かせないみたいになっちゃうと思いますので、その後やっぱり 3-4-3 でビニシウスはですね左のシャドウっていう風になるか、右のシャドウもまあできるかもしれませんね。そういったところで、良さを生かすプレイヤー、また張ったプレイが得意なのでそういう使い方をすると、さっき言ったようなマルセロとの、交換関係とかもできるかもしれません。そして先ほど言った元会長のインタビューではですね、今の会長ですねフロレンティーノ・ペレスがネイマールの契約に執着していたパリ・サンジェルマンに接近3億5000万ユーロ日本円で446億円、こちらをですね用意することを望み、選手本人にはクリスティアーノの2倍の年俸を提示していたっていう風に言ってるんですね。今ちょっとあのセリフの途中で僕のね解説入ったんでぐちゃぐちゃってなっちゃいましたけれども、なんでそういったところでですねやっぱりレアルのターゲットはネイマール、その後アザールっていう感じなんで、このですね、コンテを呼んでもですね別にアザール最初から取るっていうよりはネイマールをまず、第一の選択肢、そしてビニシウスと、イスコでよろしくって感じになってるとすると、その後ですねやっぱりネイマールが来るんじゃないかっていう風に、来シーズンとか思ってしまいますね。ただですねそのネイマールがパリサンジェルマンで輝いています。トップ下のポジションで躍動しています。パリサンジェルマンのフォーメーションなんですけれども、この布陣のですね弱点が両ウィングの後ろなんですね。ムバッペとディマリアの後ろで、ここのですね選手たちの、この両ウィングの戻りがないとサイドバックのところでまああの起点を作られて、相手のサイドバックが上がってきたら2対1の状況になってしまうっていう、まあそういったところがありまして、ディマリアでもそうなるんですから、ネイマールだとより一層守備不安ですね。また右のムバッペが、守備に戻らないことによってですねカウンターの時は高い位置にいますので、奪った時にムバッペが右から出ていって、カバーニとツートップのような形を形成することもありますし、ただこれがフランス代表だとですね、まあジルーとグリーズマン中央にいて右ムバッペがいてっていう感じでうまくいってるんですが、これがうまくいってるのもですね守備のスペシャリストカンテがいて、左サイドはマテュイディでバランスをとっていて、そしてですねムバッペの裏から起点を作られても、フォーバック全部がですねワールドカップの時には、センターバックが本職の選手リュカエルナンデス・パバールがいて、中央にバランとウンティティがいましたので、クロスに対してすごく強いですね布陣を敷いていたので、そういった絶妙なバランスでこう成り立ってたってところあります。その辺ですねパリサンジェルマンの場合はですね、両サイド、まあ特に左のベルナトですね、このキャラクターとかで言ってもですね空中戦だったり守備面でちょっと不安がありますし、守備のスペシャリストっていう感じの選手も中盤に少ないです。その辺でまだこれから改善が必要だなっていうのはあります。そんな感じで前置き長くなりましたけど、まあこういったチームのメカニズムがあるんで、ネイマールのトップ下ですね選手の長所を生かしつつ、チームを機能させるっていうところで今、トゥヘル監督が採用していまして、そのいいところの、画像を紹介します。こちら、はい、ナポリ戦の、16分45秒のシーンです。サイドバックと、センターバックの間、サイドバックは画面に映ってないんですけど、そこにですねベラッティが、左のボランチのベラッティが、降りてきて、そこからですねくさび中に入れようかなっていう展開ですね。その中でナポリがプレスをかけてくるところでですね、ラビオが寄ってきて、左のウィングのディマリアも降りてきています。で次のシーンこちら、はい、ネイマール前線から降りてきていますね。この状況のネイマールにベラッティはきちんと縦パスを通すことができました。で次のシーンです。はい、すぐに前向いてカウンターということで、さっき言ったですね、ムバッペがですね右サイドからこのフォワードの位置にこうですねちゃんと出てきてて、まあオフサイドラインと駆け引きしていて、そしてカバーにも、左に開いたところから動き出してるっていう、まあこういったカウンターではありませんけれども、まあ引き込んでネイマールが間で受けて、反転の速さ、そこのテクニックとですねドリブルで持ち運ぶスピードっていうのは、すごく理にかなった起用になってるわけなんですね。ただ短所もあります。こちら27分14秒ショートカウンターのシーンで、クリバリが時々やるですねあのマーク疲れてる選手に不用意なショートパス出して後ろからかっさられるみたいな、そういったシーンでラビオが奪いました。そしてムバッペ、ネイマール、カバーニがこの状況で、すぐに渡すこともできるんですが、前向いてボール奪いましたので、ラビオは一気に運ぼうとします。そして次のシーンです。はい、運んでる途中にムバッペとですねカバーニは裏を狙う駆け引きをするんですが、ネイマールはずっと足元にボールを要求してですね、あのバイタルエリアといいますか、ディフェンスラインの前でずっとボールくれって言って並走するっていうか、ちょっと斜め前あたりを走るんですね。そこでラビオはですね、おそらくラビオの思考としては、カバーニがこう斜めの走り込みをするんで、空いてくるスペースにネイマール走ってくれたら、そこの足元にパスをつけて次の展開できるのに、なんでここで受けるんだろうみたいな感じで、ズルズル持ってくうちに次のシーンです。はい、ここでネイマールボールを受けるんですけれども、もうですね、選択肢が少ない状況。後ろからディマリア上がってきてくれてますけれども、2対2の状況になってしまってますし、中央もですね、きちんと、カバーニに2人ついて、まあ、ファーではムバッペいますけれども、ここ切り返したところでこっちのハムシクもいます。
ますんでって感じで、結構対応がしやすい状況になってしまってるんですね。ネイマールとしては早めに足元にくれって感じで、このですね、ラビオからしたら、いやお前がいい動き出したら出すよみたいな感じで、ここでボールをですね、まあ奪われてしまって、ネイマールがラビオに怒ってラビオはですね、もうシカとして帰るみたいな、そういったシーンでしたので、この辺で、ネイマールがですね、ディフェンスラインと駆け引きするような動きをできたら、より一層パリのカウンターの切れ味増すと思いますし、ネイマール自体もですね、得点、そういったですね、まあ数字につながるですね、この動きが増えてですね、それこそバロンドールとかも受賞できるようになると思いますので、ネイマールが改善するのが一番なんですけど、ただこのチームでネイマールに言える人どれだけいますかっていうといないと思いますので、なかなかこういう選手が変わるのは難しいですし、いい時はネイマール自身もね、ボール引き出す動き、あの斜めの走り込みとかでしてるんで、その辺ね、ネイマールが今後どうなっていくかっていうのも、楽しんで見ていければいいなというふうに思います。というわけでレオザフットボールでした。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ボーイ。